目が覚めたんだぞ。後半、試合が始まってすぐ、グリムがぶん投げたディスクが頭に直撃して気絶したの。覚えてない？超ロングシュートを決めてやろうと思ったんだけどな。初心者が無茶な真似するからだ。とにかく目を覚ましてよかった。全然目を覚まさなかったから、打ちどころが悪かったんじゃないかと心配してたんだ。てなわけで、お前が寝てる間に閉会式もとっくに終わって、もう会場の撤収作業始まっちゃってるよ。優勝はディアソムニア寮だ。ああ、結局手も足も出なかったっすね。他の寮の奴らにもボコボコにされるし、今年の大会は散々っす。レオナ先輩、ラギー先輩、目が覚めたんすか？ちん、この俺が昼寝以外で保健室のベッドを使う羽目になるなんてな。ディアソムニア寮生は一人もここに担ぎ込まれてないとこがまた腹立つっすね。噂には聞いてたけど、マジでディアソムニアの寮長、半端なかったわ。ああ、すごかったな。監督生も見たら驚くはずだ。あれに勝てるイメージ湧かないのは、わかるって思っちゃった。挑む前から負ける気でいたら、勝てるもんも勝てねえよ。俺は、来年は絶対ディアソムニア寮に勝ってみせる。卑怯な手を使わず、俺の全力を尽くしてな。卑怯な手だって、自分の力のうちだろ。懲りる？どこに懲りる必要が？今年の大会は、俺なりに全力を尽くした。来年もまた、勝つために全力を尽くすだけだ。さすがレオナさん、そう来なくっちゃ。やれやれ、先が思いやられるぜ。来年こそは、トーナメント戦に出てやるんだぞ。僕たちも選手枠として出られるように、頑張らないとな。確かに。今年みたいにカッコ悪い目立ち方はもう勘弁だわ。わあ、アジタやっと見つけた。ん？何なんだぞこの子供。レオナアジタ。ああ、くそ、うるせえのが来た。レオナアジタ。この毛玉は兄貴の息子のチェか。俺の甥だ。甥！ってことは、これが王位継承権第一位の。おじさんの試合かっこよかった。今度帰ってきたら僕にもマジカルシフト教えて。分かったから、耳元で大声出すな。もうお前、お月の奴らはどうした？今頃暴くって探してるぞ。おじたんに早く会いたくて、みんな置いてきちゃった。レオナ先輩の苦悩の種って。しかも、めちゃくちゃ懐かれてるんだぞ。うるせえな。ジロジロ見てんじゃねえ。ねえねえ、おじたん。次いつ帰ってくるの？来週？その次？あ、僕のお手紙読んでくれた？ああ、何度も言ったろう。ホリデーには帰る。おい、腹に乗るな。レオナ先輩の腹に、ずかずかと馬乗りに。こりゃ大物っすわ。レオナさんが実家に帰りたがらないのは、こういうことだったんすね。みんな、おじたんのお友達？そうそう、おじたんのお友達。ねえ、レオナおじたん。おじたんって。いいてめえ、笑ったら傷に響く。てめえら笑ってんじゃねえ。
後で覚えてろ。あいつはいねえな。風呂か。では本日のお楽しみタイム。サバナクローリオに落ちてたのをこっそり持って帰ってきちまったけど、本当にこれアメちゃんじゃないなら何なんだ。まあ、いっか、俺様が見つけたんだから俺様のものなんだぞ。いただきます。これをまたちょっぴりビターでピリッとした刺激が舌を楽しませる大人なお味なんだぞ。これを味わえないなんて人間はもったいねえな。腹が膨れたら眠くなってきたんだぞ。